立憲民主党の代表選挙、4人の候補者が社会保障や子育て政策をめぐって議論しました。下で支える世代のことを考えていかないと社会保障の持続可能性がありません。教育支援とか子育て支援に全力を尽くしていって社会保障の持続可能性というものを考えていきたい。安心できる保育所、そしてね、お金をかけずにちゃんと公立の小学校や中学校や高校でも意欲や能力のある子は勉強が進んでいくと、しっかりとしたサービスそのものを提供しなきゃならない。介護の現場のやっぱり待遇改善をするというのは絶対必要だと。これをですね、引き続き取り組んでいく。介護の世界で働ける方々のお給料を上げていく、これは必ずやっていきたい。小学校、中学校、高校、大学まで、その子が望めばきちんとそこに 無料で、教育が提供される道がある。これは私とても大事だと思います。また候補者らは、政府が12月に健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化するマイナ保険証について、無理やり統合するのはダメだなどと揃って批判しました。